エマさんのお膝に乗りたいんだって。いいよ、おいで。リナちゃんはハンペンと気持ちがつながってるんだね。うん、ハンペンは言葉を話せないけど気持ちを体で表現してる。体をスリスリしたり、喉をゴロゴロ鳴らしたり、じーっと見つめたり。ハンペンにはいろんな感情表現がある。そうなんだ。ちょっとだけ恥ずかしいけど。リナちゃん、スリスリ。二人だけでずるい。自分も仲間に入れてって。おいしい、はんぺん。はんぺんって白くて可愛くて故郷のネーベちゃんを思い出すな。私、会ってみたいな。はんぺんも会いたいって。